ありがとうございます。ありがとうございます。GPS なんかあるんですか？あのですね、音ですね。ああ、そうか。はい。まあ、魚雷、あのざっとしか言えないんですが、潜水艦と馴染めてない感じで音を拾って、はい、その辺で行くってことですね。そうですね。はあ、すごいな。でも空気の圧力で押し出して、もうただ、あとの速さはもう自分で、はい、着水してからは、まあ、ロープロペラが、はあはあ、すごいな。一度ね、こう3機行くんですか？一機ずつ、そうですね、いっぺんに物をいっぱい撃てばいいってものでやっぱりないので、一発撃てばやっぱりそれが、はい、脅威になるんで、威力は相手にあ、なるほど。最大3発みたいな感じで、あの普通の護衛艦であるんですね、両舷に6発、あの単魚雷だけで。同じのは33で、はい、あとは発射方式が、これは単体をそのまま発射するんですけど、はい、主流としては、まあ、要はロケット。まあ、VLS っていうのがついてるんですが、もうロケットの先端に魚雷をつけて、飛ばして、途中でパラシュートを開いて、着水する。その試験艦っていう感じで、ふた試験とかなんか結構、なんかやるための艦なんですか？そうです、あの新たな武器の、はい、装備品であったりとか、装備品 の、はい、あの訓練とか、点検とか。なので、攻撃用というよりは、そういう試すために、今、これは積んである。実際、配備するんですか？他の艦には配備はまだこれから。あ、これですか。はい、あ、もう全部そうなんですか。はい、してあります。逆にちょっと古いやつ。ありがとうございます。はい。どうぞ。はい。すごいな。
これでもできるし、これが壊れたらこれでできる。これでもできるんだ。うわすごい。あ、トイレは？トイレこれタイヤポイントだと思う。すごい。質問がすごい。これを降りていく。はい、ね。ありがとうございました。頑張ってください。これ何回目があるんですか？デッドアライブって。これデッドアライブ。あ、これはただここを塞ぐためのものに重要な落書きをしただけです。あ、なるほど。
うございます。ありがとうございました。これは今日あったのはほんの一部なんですか？ほんの一部でもなんで全部は見られないんですか？ありがとうございました。消えた秘密。
Thank you.